先生のお誕生日。それじゃあお祝いの意味でライディング行く？お誕生日おめでとう先生。何か欲しいものでもある？私にできる範囲なら何でもいいけど。お誕生日おめでとう先生。何か欲しいものある？アルバムならそれなりに持ってるけど。お誕生日おめでとうございます先生。今日で先生が生まれてから約、はい、計算しちゃダメですか？お誕生日おめでとうございますご主人様。なんちゃってメイドなので。先生のお誕生日仕方ない、今日は私がおごってあげよう。ハッピーバースデー先生。今日は先生のお願い何でも聞いてあげちゃいますよ。ハッピーバースデーご主人様。誕生日なのでご主人様にはこの可愛いバニー姿のアスナちゃんをプレゼント。お誕生日おめでとう先生。バースデーソング歌ってあげよっか。おえ恥ずかしい。先生の誕生日だと聞いた。すまないがこういう時に何をすべきかを私は知らない。ただお前がいなければ私も今ここにはいなかった。だから先生、改めて感謝しよう。お誕生日おめでとうございます先生。今日は一日お休みして、よろしければ一緒に本でも読みませんか？今日この日に先生が生を受けたからこそ、私たちはこうして出会うことができました。今日という日に、心からの感謝を。先生、お誕生日おめでとう。今日はゲーム開発部のみんなと一緒に、美味しいもの食べに行こう。先生の誕生日？めちゃくちゃ大事な日じゃん。お祝いしよう。便利屋の事務所でパーティーを開こうよ。今日は誕生日でしたか。おめでとうございます。バルキューレ警察学校に席を置く身として直接贈り物をすることはできませんが、もしよろしければ行きつけのお店でご馳走します。お誕生日おめでとうございます先生。先生のお誕生日が従前なものになるよう、今日は一日密着警護していますね。先生の人生初の接続日ですね。今この瞬間がアリスには最高のプレゼントです。おめでとうございます先生。お誕生日おめでとう先生。先生が生まれて、そして私たちのところに来てくれて嬉しい。先生、お誕生日ですよね。おめでとうございます。誕生日プレゼント、変わり身の術とか見てみます？誕生日なの。先生にも誕生日があったんだ。冗談だよ。もちろんあるよね。おめでとう先生。よう先生、ハッピーバースデー。あのさ、偶然もらったケーキがあるんだけど食べるか？先生が生まれた今日という日があったからこそ、私はあなた様と巡り会えました。そう考えると
今日この日がどれだけ素晴らしいものか。お誕生日、心よりおめでとうございます。あなた様。何？今日が誕生日？仕方ないな。今日は、その、どんな任務でも協力するから。ああ、今日は先生の誕生日か。今日一日は、先生だけの応援団長になるとしよう。お誕生日おめでとう、先生。その、バイト代が入ったし、私がおごるからご飯行かない？いや、今日くらいいいってば。大切な日なんだから。お誕生日おめでとうございます、先生。お祝いに私のこのペロロ様の浮き輪をプレゼントします。先生、お誕生日おめでとうございます。今日みたいな日にはきっとすごく特別なものを召し上がるかと思うのですが、よろしければ私がお誕生日のお料理を作ってもいいでしょうか。お誕生日おめでとう、先生。こういう日ってどんな話をすればいいんだ？お誕生日おめでとうございます。もちろん私なんかがお祝いしたところで気持ち悪いだけだと思いますが。お誕生日おめでとう、先生。今日が誕生日っていうことは、先生が生まれた日は今日ってこと？ご主人様のお誕生日を世界一盛大にお祝いするの。おめでとう、先生。不愛想だからうまく話せないけど、先生がここに来てくれて本当に嬉しい。お誕生日おめでとうございます。先生がアビドスに来てなかったらなんて想像もつきません。先生、来てくださって本当にありがとうございます。お誕生日おめでとう、先生。今日は特別に私が遊んであげる。それじゃあ何食べに行く？お肉？お魚？それともチキン？あの、お誕生日おめでとう。あと、いつも一緒にいてくれてありがとう。笑うな！お誕生日おめでとうございます、先生。何か欲しいものなどはありませんか？何もないのでしたら、あれ、でもいいんですよ。お誕生日おめでとうございます、先生。今日は誕生日パーティーに行かれるということでよろしいでしょうか？え？私も一緒にですか？お誕生日ですか？おめでとうございます。ただ、私には今すぐお渡しできるものがないですが。何かお望みのものはありますか？お誕生日おめでとう、先生。私が膝枕してあげるから一眠りする？お誕生日おめでとうございます、先生。さあ桃代堂に行きましょう。お祭り運営委員会の委員長権限でお祭りみたいなお誕生日会を開きますから。お誕生日おめでとうございます、ご主人様。ご主人様がここに来てくださって嬉しいです。先生、お誕生日おめでとうございます。私が特別に美味しいスイーツ屋さんを予約しておきましたよ。さあさあ急いで、先生。お誕生日おめでとうございます、
先生、ただし、いくら誕生日だからって、ルール違反はダメですよ。今日は最高に嬉しい日です。先生、お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとう、先生。今日一日は、どんなコードを書いてもバグが出ない、晴れの五加護を授けよう。お誕生日おめでとう、先生。そしたら今年で、年式はいくつになる？お誕生日おめでとうございます、先生。今日だけは特別に、私が腕を振るって料理を作りますよ。お誕生日おめでとうございます、先生。欲しい本がありましたら、何でもおっしゃってくださいね。お誕生日おめでとうございます、先生。先生に差し上げようとケーキを焼いたのですが、それがその、逃げちゃいました。お誕生日おめでとうございます、先生。今日一日が幸せでいっぱいであることを願ってます。お誕生日おめでとうございます、先生。もう何度も同じことを聞いていると思いますが、お祝いの言葉はどれだけ繰り返し言っても価値の下がらない完璧な言葉の一つです。お誕生日おめでとうございます、先生。ちょうどいい栄養注射が入荷しました。ズボンを下ろしてください。いえ、お尻だけです。お誕生日おめでとうございます、先生。誕生日というのは自分が生まれた日を記念した特別な日でして。ああ、どこに行くんですか。誕生日おめでとう、先生。近くにいいスイーツ屋さんがあるの、行こう。お誕生日おめでとうございます、先生。今日は先生のお誕生日ですし、パトロールの代わりにのんびりお散歩でもいかがですか。Today is 一年にただ一度だけの特別な日です。 Happy birthday to you、 先生。お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます、先生。先生の一日が正義で満たされるようお祈りします。先生、お誕生日なの？だったらカフェを貸し切って一日中ケーキを食べよう。今日一日私が一緒にいてあげる。お誕生日おめでとうございます、先生。その今日くらいはたくさん甘えてもいいんですよ。お誕生日おめでとうなのだ、先生。プレゼントがない代わりに実験中の飲み物ならあるけど、飲んでみる？お、先生今日誕生日？おめでとう。何か欲しいものある？ハッピーバースデー！お誕生日おめでとうございます、先生。何か欲しいものありますか？お誕生日おめでとうございます、先生。特別な日ですから、その、先生のためになるのでしたら、何でも。トレーナー、お誕生日おめでとうございます。プレゼントを用意したんですが、え？もしかしてダンベルかな？ですか？お誕生日おめでとうございます。